はい、こんにちは、こんばんは。最近サイレンヘッドと言われなくなった男、ゆきやでございます。ということで、1ヶ月ぶり、もうマジで9月は1回もやらなかったんですけども、久しぶりのね、サイレンヘッドのゲームをねやっていくんですけども、もうなぜ1ヶ月も空いたんだ、なぜ1ヶ月も俺のゲームを出さなかったんだって、なぜ出さなかったかというと、ゲームがなかった。シンプルゲームがなかった、まあ、その中でも今回サイレンヘッドのゲームが出たということで、まあ、これやっていくんですけども、皆さんね、最近のコメント欄についてね、触れていただきたいなと思ってるでしょ、触れてほしいと思ってるでしょ。触れますよ。俺が死んだとか、俺が感電したとか、俺がね、もう友達とか、もうね、大喜利が始まってきてるっていうか、もうほんまお前ら芸人かマジで。ということでですね、長い前置きは置いといて、今回もですね、サイレンヘッドのゲームをやっていきたいなと思います。なんでね、おっちゃん倒れてんのマジで。おっちゃん大丈夫？女の人も何してんのほんまに。前回の動画や過去の動画は概要欄の再生リストから見れますので、ぜひ初めて見た方や、まあまあめっちゃ見たけどっていう方は、ぜひね、概要欄の再生リストから見てください。サイレントヘッドの動画が好きな方はぜひ高評価、コメント、チャンネル登録、そして通知設定よろしくお願いします。もうやらなかったらお前らの駒が破壊しに行くわ。そして今回このゲームのストーリーは、1999年、私は夫と町の近くのキャンプに行きました。そこである事件が起きたのです。目が覚めたら夫がいなくなっていました。まさか浮気？え？浮気？そして私はキャンプ場の周辺を探し回りました。すると、ある怪物に会うのです。ということでやっていきたいだと思います。いや、可愛いんだろうな。うっさ、マジで究極にブサイしさ、右上にさ、夫の画像あんねんけど、もう死んだ人の画像。ということで、まあそういう茶番は良くて、もう普通にね、ホラーゲームの実況なんで、ホラーゲームらしくね、やっていきたいなと思います。ということで、もう普通にやっていくよ。これさ、使えるんじゃね？これどうやって拾うんやろ？お、来た！てってれてー、てるるーるー。殺人鬼の顔やん、完全に。いやー、もうね、武器持ったからには、ほんと怖い、サイレンヘッド。でも私には勝てないわよ。ということで、え？どうすんの？お、車乗れる？おちょ、車傷つけんな、お前。何してんの？乗れなさそうよね。乗れたらどうするんって話やもんね。え、夫を探せばいいのか。そういうことよね。夫はどこかしら？あの夫、絶対に見つけたら殺してやるわよ。おっと、何か向こうに光ってる感じがあるが、あれなんじゃないか。あの光っ、うわぁ、ちょっと待って、待って、あの光ってるって言おうとした時に来たんやけど。え、なんか可愛いんやけど。え、可愛くない今日。もうさ、見慣れすぎてさ、あんまびっくりせんかった。え、いいっすか、俺、夫の敵、あれ、夫に、あなたでしょ、私の夫を奪って、ちょっと待って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 、もう、怖くない。来たら殺すだけ。私は来たら殺すだけ。とりあえず、え？あ、晴れる晴れる晴れる。え、俺これ一瞬でワンじゃねえか説出てきたぞ。え、なになになに？なんか拾える？てかサイレンあんねんけど。え、なになに？あ、お、弾をゲットしましたね。多分弾でしょ。ってことは、銃があるでしょ、どこかに。銃がね。銃があるわね。私の夫はどこに行ったの？あの夫は公務員で。すごい稼ぎも良かったのに、あなたのせいでこれから貧乏な生活を送らなくちゃいけないじゃないか。それやるやる。まあとりあえず入りましょうか。勝手に入るのよくないけど、勝手に入っちゃうわよ。また弾あんねんけど。え、
え、ちょっと待って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 。絶対殺すやん。絶対撃って殺すやん。ほんまにかわいそう、それは。いやーなんかさ、最近サイレントヘッドに愛着が湧いてきちゃってますからね、ほんとに。もうね、殺すのだけやめちゃって、やめちゃって、ほんと、やめたって、ほんま。おてってれてー。でー。ちょっと待て、お前。これはダメだぞ。おい。もう、これはダメよ。もう、ちょ、威力見ていい？これダメよ、これ死ぬよ。これ死んじゃうよ、マジで。もうダメよ、殺したら。動物愛護団体に訴えられる感じで。いやー、マジで。いやー、奥さん頼もしいな、マジで。奥さん頼もしすぎるわ、ほんまに。なんで夫どっか行ったんや。いやー、なんか、あなたの金玉を、いただくわ。え？少しずつ俺がやられてる気がしてきた。なんか俺が撃たれてるような気がしてきた。え、とりあえずこっち行ってみるけどさ、なんかあるん？あるわ。あったわ。ありましたね。え、ちょっと待って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 ね。ちょっと待ってね。びっくりした。おんま。おい、おっぱくらすぞ、おんま。おい、とりあえずさ、小屋探索させてもらいますよ。これ何？これガソリンやないの？いらないんですか、これ。とりあえずさ、入れない。あ、入れるか。ん？あ、バールがいるらしい。バールがいるやって。あ、バールがいんの。なるほど。うわっ、めっちゃびっくりした。お前ほんまにさ、挟まっとるやないかよ、お前。おいおいおい、めっちゃ来るやん。え、なに。とりあえずあっち殺しとこ。夫の敵。よっしゃー。うわぁ、なお前、なんなん、マジで。動物も敵やん、これ、完全に。バールどこ？ちょっとバール探しに行きますね。入れんちゃうの？おっと、いるやん。いるやん。おっと、いるやん。ちょ、いるやん。マジかよ。おっと、いるやん、普通に。ちょっと待ってなさい、助けに行くわよ。なんでここいるの？絶対は来てたでしょ。見たよね、この子や。あ、俺さ、これ拾ってねえわ。これだ。これバールやったんや。全然気づかんかった。とりあえずバールゲットしたんで、あの夫をね、ぶち殺しに行きたいなと。ということで、とりあえずね、夫助けますね。開けるわよ、開けるわよ。はい、開けたわよ。何してんの、何してんの、本当に。あ、次はあの電話みたいなやつ。あー、わかったわかった。この電話のやつここにあるんで、これ使えばいいんでしょ。バッテリーがいると。で、バッテリーどっかで見たよ。もうね、全部見てもうたよね、俺。あー、ここだ。ここにバッテリーあった、確か。ここにあったはず。この家にバッテリーが確かあるんですよ。この奥かな？ほらね。よし、これで電話かけたらいいよって感じ。はい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 。電話ができますみたいな。あ、来ましたわ、来ましたわ、来ましたわ。ハンドガンがどれほど強いのか。おい、かわいそう。あ、呼んでこいと。了解。夫は何してるのよ、ほんと。もう、後で数千万円慰謝料払ってもらいますからね。お、びっくりした、お前。まあまあまあ、来なさいよ。私が守ってあげるわよ。はい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 。まあ、完全ゾンビやないか、お前。お前もう食わせていいんじゃねえか。あ、来た。任せて、私最強ですから。行くぞ。早く。まあ、大丈夫か？そんな足腰でよういけんな、ほんまに。普通なら転げ落ちてんぞ、これ、完全に。来た。音戦ってきてや。な、音。おっと、行った！おっと、頑張ってる！これ、おっと、ここまで持っていけばいいんでしょ。ということで、皆さん。お前、乗っといて終わって、取りに行けと。マジでお前。お前、本当に離婚しような、後で。ということで、なんか、夫が無駄に車だけ乗って、なんかね、ガソリン持ってこいとの。もうね、使えねえ夫すぎて、もうビビってるんやけど、もうマジで使えねえな、夫、ほんまに。早く離婚した方がいいぞ。まだガソリンある説あるよ、これ。そんなガソリンいる？ここあるやろ、絶対、一個ぐらい。あったわ。あったわ。オッケーオッケーオッケー。車に乗るだけ。オッケー。今日はいけるやろ。もうなんかさ、もう、カモすぎてバッドエンドはないやろ、これ、普通に。起きましたね。
ちょっと待って。ちょっと待って。おい、待て待て待て。車の前おるぞ、あいつ。おい、待って。え、車の前おるで。そんなことある？殺しとこう、殺しとこう。ごめんね。邪魔邪魔、邪魔。待って待って待って。食らわんねんけど。嘘でしょ？嘘でしょ？そんな？え、嘘でしょ？オッケーオッケー、危ない。ということで、なんか無事脱出したっぽいねんけど、もう早く別れて、マジで。